そうしてないんだよね。大問題です。大問題だよ。本当だよね。本当に大問題。だってさ、史上最強にしてなくないしてない。どうするの困ったもんだ。もう。これはもう、すぐにでも、お泊まりをしましょう。で、ちゃんゆいのね、誕生日もお祝いしたい。実はね、このさ、収録した時はまだね、ちゃんゆいの誕生日のちょっと前だから。すごいと思う。そうだよ。予測メール。お祝いしたいですね、ちゃんゆいの。チミ。うじゃ、続いていきたいと思いますよ。 ラジオネーム、すみのりさんからいただきました。ありがとうございます。ひなちゃん、ゆいちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。ようお二人は大変仲がいいことで有名ですが、仲がいいだ仲がいい私だけが知ってる、こいつのここがかわいいというところをできれば物真似をして教えてほしいです。そのことです。笑っちゃうね。笑っちゃう。なんだろうな。でも、私、<laughs> 仲がいい私だけが知っている、こいつのここがかわいいってところか、うん。あるよ、いっぱい。 え、なんだよでも、でもなんかさ、物まねって難しいね。ゆい全然できるよ。ちゃんゆいにはよく物まねされますからね。え、じゃあ、ちゃんゆいからやってもらおうかな。うん。いいよ。じゃあ、どうぞ。じゃあ、まず、ちゃんになんかテンション高くて、ゆいの名前を呼ぶとき。出たあちゃんゆいこれはもうね、似てます。似てるでしょこれはもうほんと似てる。似てるでしょちゃんゆいでしょちゃんゆいそう、ちょっと。あと、はい。まだあります。え、多いね、多いね出すね。これは、 あの、二人で夜にコンビニへ買い物行くとき、うん、手をパタパタさせながら、手を繋ぐようにパタパタさせながら、うん、チャンリーナがユイに甘えてくるとき。ちゃ、うんよい、ちゃんよい、ちゃんよい、もうちゃんよい。<laughs> <laughs> ねえ待って、ねえ、待って、<laughs> ちょっと待って、ちょっと待って、お願い あとこれですねチャイがいるから今いいんですけど、うん、これさあ次回とかね次次回はどうなるかわかんないじゃないですか私一人になったとき、うん、スタッフさんが私を見るのがさもうすごい目になると思うんですよ <laughs> 大丈夫チャぶちーんいをみんなから愛されている 何 <laughs> そんな鬼滅量っぽくないとさ。鬼滅量っぽくないとさ。でも、そう、確かに、本当に言うんだよね。ちょっと前回も言ったけど。そうなんか。ゆいのね、食べ、食べるんだよね、ゆいを食べようとするんだよね。そうなそれ本気ね。<laughs> 本気で。本気で言われんのよ、私。<laughs> ちょっとね。これはマジで話したい。<うん S 2> あのマジで。ちゃをね、すごい食べたいって思うんだけど。うん 可愛すぎてね、愛しすぎて。なんだけど、ほっぺかじるとか、手を食べるとか、うん、そういうレベルじゃなくて、うん、もう、ちゃんゆいを胃の中に入れて、育てたいの <laughs> ず。ずっと言ってんの。だから、もうね、10回以上聞いたもんよ。<え>うん、10回以上言ってるよね、絶対。ね、え、でもこれは、分かる人には分かると思うんだよね。で、だから、え、これ、ちょ、言っとくけどね、ちゃんゆいとずっと知ればそう思うって。<laughs> 本当に。そも ちょっとね、ちょ、にやける話ね。ちゃゆ最初はね、もうやだーって。うん。なんかずっとね、食べたい、お願いとか言っても、<laughs> やだーって言ったのに、んーちょっとだけだよって言うようになって、<laughs> ちょっとだけなら、いいんですかーってなって。<laughs> でも、要件があるんだよね、一個ね。そう。 ちゃ、ねうんチャイんは雨かじりが好きでしょだから私が飴を丸飲みするから <laughs>、その胃の中でチャイいが雨かじりをするというね <laughs>。やっぱチャイいはやっぱりさ、趣味というかね、好きなことを奪うのはやっぱり申し訳ないから、<laughs> アメラは一つぐらいも丸飲みしますよと。 だけど、ちゃんゆ的には、周りの粉が欲しいというね。そうなの。だから、また実現は難しいね。ちょっとね、そこはね<果>、いつも。もう少し私がいろんな技術を身につけるね。<laughs> 粉までね、ちゃんゆうにたどり着ける、<う>つけられるようにしなきゃいけないんだけど。でもなんだろうな、ちゃんゆうは、でもちゃんゆう寝てる時が可愛いんだよ。えなんか、寝てる時っていうか、朝私が起きるじゃない、早く。うん、で、ちゃんゆう起こしたんだけど、寝ぼけてるっていうか、なんか、<laughs> って、なーんって、だからそのさ、何言ってるかわかんないんだけど、なんかちょっと目は、うすら開けつつも、うん,う,んうん、うんっていうさ、その、普通なの知らないよ。寝てるからね、私には見えてるんだよ。しっかりこの目で見てるんだよ。かわいいの、本当に。にうーん,んって、うんって言ってんだけど、<laughs> もう本当、もうね、うたまらんよ。<laughs> <laughs> はい、予想してます。そうだよね、ごめんね、ちょっと気持ち、そう、ちょっとこれ、<laughs> 問題で私の茶色いがね、ちょっとね、うん、茶色に変な目で見られたら怖いから、あれですけど。<laughs> でも、いや、いっぱいあるよね、まだまだ、本当はね。まだまだあるけどね。あるけど、ちょっと時間もないんで。うん、そう。続いていきますかうん。はい、次きますよ。<laughs> ラジオネーム、シューティングスター参加いただきました。ありがとうございます。おコミュニティ、<laughs> 日高ありなの素顔を推薦したいと思います。<う>第4回の SS 劇場お兄ちゃんの命令で、うん、素晴らしい S っぷりを披露された日高さんですが、うん、日高さんの素顔が少し垣間見みれたと思いました。<う>ですので日高さんの素顔を暴くコミュニティなんて面白いと思ってメールしました。日高管理人何とぞ寛大なジャッジをとのことです。今回はちゃんゆいですけどね。ちゃんゆいですけどね。えー、ね、そうだこれも聞こうと思ったんだけど、うん、私って S かな <S, ?S だよ。 <laughs> え、なんか、改めて言われる。ほんと <laughs> うーんうーん、割と、割と、どちらかというとやどちらかというとって感じかな。<う>っていうのは、私ずっと覚えてることがあるの。なになにちょっと怖いんだけどね。キャンリナの。なに<何>もうあれは忘れられない。なに、ね、怖いんだけど、ちょっとどうしたキャンリナがね、うん、何の時かな、ゆえの手をね、ずっとこうさりげなくね。 ちょこんちょこんって爪でね、くすぐってくんのそれで、ね、うん、でもなんか知ってる時だから、それは。うん。ゆうがね、一生懸命ね、こう抑えてたわけよ。うん。もう、と思って。うん。ひちゃんになが、<laughs> なんか、この,のちょっと耐えてる感じが溜めらないって言って。もうね、びっくりしたよ。いや、じゃあね、ね、じゃあ、かちょっと、ちょっと。も周りの人にそれを伝えてるから、ね。<laughs> 余計びっくりびくりしかちょっとピクピクしながらも、言わなく我慢してんのよ。それなんか、ほんとはさ、<laughs> まあ、手をね、パンってやりたいんだろうけど、それはやらず、ちょっと一生懸命、ちょっと手をモゾモゾってしたら、<laughs> ちょっとなんか、楽しくなっちゃって <laughs>。ねえ、<ん>あの時は、チャーリ S だなって思ったよ。確かに、そういうことかな、S って言われるの。そうだよ。え、でも私の主観ってどうなんだろう。でも M なとこもあるけどね。そうなんだ。人によっては確かに言われるんだよ、ねね、ちょっといじるとね。 もう、ちゃんゆいって嬉しそうにね、言う時もあるから。だから、人によるんだよね。そうね。だから、ちゃんゆいとか、それこそ、井口さん、ひかさん、花澤さんにいじられたら嬉しいんだけど、知らない人に、そこら辺の、それそれちょっといじられたら、ちょっとま、ちょっとまって、話し合おうって。ちょっと待ってってなる。そうね。人に、人とかね、あれに、状況によるよね、きっと。そうそう、両方兼ね備えてるのかもしれないけど。そうよ、そうよ。 そうか。うん、まあこの、コミュニティをどうするかは、ちゃんゆい次第でございますので、うん、じゃあ判定お願いします。はい。このコミュニティの解説を、認めませんおー認めないお、認めない。なんでなんでちゃんゆい、じゃない。<laughs> 間違えた。で、ね、で、えっと、ちゃんりなの素顔は、うん、ゆいの前だけだもうねえ、もう、もうどうしようそうじゃない、割と。 そうだよね。だって、確かに私も、ちょっと、だってあんな、いつも一緒にいる時のテンションのチャンリーな、仕事場で見たことないもん。確かにそうかもしれない。だから、ゆいだけなんだなって言わ、勝手にね、思ってた。そうだな。私もだって、チャンユーの素顔を、なんか、みんなに見たいって言っても嫌だもん。え、これは私だけのものにしたいし、うん、他の人なんかに見せませんってなる。そう、でしょそれと同じ。それかうん。じゃあ、こんな認めないよね。認めないさ。なんでさ、ちょっとさ、舞台上のさ、 認めないさぁ演技っぽくなってる <laughs> いやでもちょっと嬉しいな、うん、この例はちょっと見分ける感じしますね、うんうん、じゃあ認めない今回ちょっと厳しめでございましたけどはいたくさんのメールありがとうございます